今回はねミニ人参の育て方っていうのをね紹介していこうと思います。ミニ人参ねセリ科ですね。で輪作年限がね0から1年っていうことで連作可能なんですけど、まあそんなにね場所を取る植物でもないので、まあ1年ね空けてある畝とかプランターとかね使うといいのかなと思います。発芽適温がね15度から25度っていうことで、まあ品種によっても違うとは思うんですけど、まあ秋春とかにね植えられるかなと思います。で生育温度が18度から21度っていうことなんで、春植えよりは秋植えの方がいいのかなっていう感じですね。でミニ人参もね、まあ人参と一緒なんで好光性種子っていうことでね、光を好む種子っていうことなんで、あんまりにもね土をかぶせてしまったりするとなかなか芽が出ないと。でかなりね種が小さいんで芽がねなかなか出にくいっていう話はまあ聞きますね。ただそんなにね自分の感覚で言ったらそんなに種発芽するのがね難しいかっていうとそうでもないんだよね。まあ発芽さえすればね育つって言われてるぐらい簡単な植物なんでおすすめかなと思います。で環境はね日向を好むっていうことなんで、まあ、日向のところにね植えてあげてください。で pH がね6から7ぐらいかな、中酸性から中性って言われるぐらいかなの感じですね。まあ中性で全然大丈夫なんで石灰入れてね中和してあげてから植えるといいのかなと思います。で種まきなんですけど、種まきの時期がね3月中旬とか5月上旬とか春まきの場合はですね、だけど生育温度がねそんなに高くないのでできればね秋植えというか秋にね種をまいた方がいいのかなと思います。で秋の場合はまあ7月から10月っていう風に一応まあ自分のメモでは書いてあるんですけど、7月だとねあまりにも暑すぎるんで多分これは涼しい地域北海道とかそういうところかなと思います。まあ普通の関東から南とかだったら10月とか11月とかそのあたりかなと思います。でまあさっきもね言ったんですけど、発芽適温が15度から25度、品種によっても違うと思うんですけど、このね発芽適温っていうのをね優先して巻いてあげるといいかなと思います。で巻き方なんですけど、筋巻きですね。で筋間が5センチから10センチかな。で覆土なんですけど、好光性種子っていうことなんでできるだけ覆土をねしたくないんですけど、覆土を全くしないとね水やりをする時なんかにね種が流れてしまいますんで、まあできるだけ軽くかける感じで、まあふわっとというかね少しだけ覆土してあげてください。で覆土がね少ないんで発芽するまでね種が流れやすいっていうことなんで、霧吹きでね水をあげるとかそういう風に工夫するといいのかなと思います。で次がね間引きかな。間引きなんですけど、1回目がね本葉 2,3 枚の頃っていうことで、株間 1.5 センチぐらいにね間引きをしてあげます。で2回目なんですけど、本葉がね 4,5 枚になったら株間3センチから5センチぐらいかなに、まあ、間引きをしてあげると。でミニ人参なんですけど、間引きがね早すぎるとかえって成長が悪くなっちゃうっていう特徴があるので、あんまりね早く間引きをしないように気をつけてあげるといいと思います。まだね小さい頃はね葉が触れてる方が成長が早くなりますんで、そういう感じでね育ててあげるといいと思います。で、あと管理は人参のね型が出てきたら、まあ
土寄せとか増し土とかしてあげてもいいのかなと。まあしなくても大丈夫だけど、型のね色が悪くなっちゃうんで、まあ土をかけてあげるとね、あの綺麗なオレンジ色に育つかなと思います。で水やりなんですけど、芽が出るまではね、あのこまめに乾燥させないように水やりをするんですけど、芽が出たらね、あの普通の植物と一緒というかね、あの土の表面が乾いてきてから水やりをするっていう感じですね。でさっきも言ったんですけど、芽が出るまではね種が流れやすいんで、霧吹きとかでね水やりをしてあげるといいかなと思います。で追肥なんですけど、追肥のね1回目が2回目の間引きの時ですね。まああの同時にしなくてもいいんですけど、だいたいそれぐらいのタイミングです。本葉がね 4,5 枚ぐらいになったら追肥してあげるっていう感じですね。2回目のね追肥が種まきからね2ヶ月後ぐらいかなと思います。で収穫なんですけど、収穫はね70から90日ぐらいかな、まあ3ヶ月ぐらいねかかるかなと思います。で目安なんですけど、まあ60日ぐらいでね、人参のね肩が土から出て見え始めるんですけど、まだねその頃は小さいのでもう少し辛抱っていう感じで、まあ種まきからね70日から90日してくると、その見えてる肩がね張ってくるんで、肩がね張ってきたらまあ育ったかなという目安にするといいのかなと思います。ということでね、今回はまあそんなにね変わった育て方とかがあるわけじゃないんですけど、ミニ人参のね育て方っていうのをね紹介してみました。この動画ね気に入った、また見たいっていう方はね、グッドボタンとかチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いします。